っと待って、やばいんだけど。あ、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます、この家も。あの今ね、初めてじゃない。年明けてから、初めてこの家帰ってきたんですけど、ちょっと、来たね。お掃除してから言ってたんだけどな、おかしいんだけど。あー、もう帰りたい。帰ってきてるんだけど。実家帰りたい。マジ辛い。久しぶりにね、こっちにも帰んなきゃと思って、そろそろ。なんかずっと居座るのも、ちょっとすねかじり人生だなと思って、こっち帰ってきたんですけど。本当に無理だな。ということで、ちょっと今から、今日はご飯をとりあえず作って、食で。もう喋るのめんどくせえ。バカげちゃうの。ポイティ。泣けなし歩きで作る晩ご飯講座。はい。簡単便利。鍋セット。もうこれをぶち込むだけでご飯ができてしまうという素晴らしい器具。もう本当に無理だった。一個一個買った方がいいに決まってるんでしょうけど、無理です。切る。記録がもう私には残ってない。久しぶりすぎて、冷蔵庫に何があったかも、ちょっと定かでなかったので、もう、全部、まとまってるこれを買ってきてしまいました。待って、多くない？全然入りきらなくない？そう。そう、連日食べすぎたんで、今日鍋にしようと思って、あと簡単だっていう理由も、まあ、が8割なんですけど、なんかもう食べ過ぎたからちょっとヘルシーにっていう気持ちもあったけど、ちょっと、なんかこのガラボンみたい。それだけはちょっと心が死ぬかなと思ったんで、50% 引きになってたね、ブリを買いまして、これちょっと合成に、まあ、合成って言っても150円だけど、彩っていきたいと思います。これどうやって入れるんだろう。できた。重い。よし。いただきます。マジで最悪。その後。やーん。見栄え悪弁当。あ、弁当じゃないわ。鍋。彩り。あ、かぼちゃを。こっちに。ほら。どうですか？はい、いただきます。ノーマリー鍋。もうここ数日間がなんかその、家族とご飯っていうだけじゃなくて、そのなんか三が日で豪華だったのもあって、よりちょっと楽さを感じる。え、ちょっと待って、静かすぎる。どうしよう。え、ちょっとちょっと静かにしないで。ちょっと黙らないで、誰も。ちょっと、どうしたらいいんだろう。楽しみにして食べる。無意識に食べちゃった。美味しい。お正月の雰囲気大好きだけどさ、こうやって現実世界に戻ってくるのがしんどすぎてダメなんですね、本当に。ずっと実家いていいんじゃねとか思っちゃったし。まあ、いいんですけど別に。大学通えない距離ではないんですけど。でもそのなんかちょっと、自分の飯自分で用意するって、どういうこと？めんどくさすぎた。なんだこの世界。ちょっと。本当にどうしたらいい？ちょっと味変したいので、さすがに皿使います。普通に、その三が日終わって、一気に現実世界に戻った感じ。あんなに楽しい行事、幸せな時間からこっち、戻れなくないですか？全然無理。5月病とかよくあるじゃないですか、なんか。5月に気分落ち込みがちみたいな。全然1月も2月、1月病も2月病もありますよ。毎月病。5月病って誰が最初につけたんだろう？なんか、舐めないでほしい。病むのが5月だけだと思ったら大間違いだぞって言ってやりたいですよね。かぼかうまっ気になった。てかちょっと気分が落ち込んでるというか、気分が落ちてるというか、もやもやしてるのがちょっと理由がありまして、実はね、今日、食事の予定をぶっちしまして。
バタケチャンネル。はい。っていうのも、私、なんと、中学校の時のね、に居座った子から連絡が来まして、なんか誰から連絡先をゲットしたのかわからないけど、なんか急に覚えてるみたいな連絡が来まして、で、なんかその、近々ご飯行こうよ的な流れになり、あ、その中学の時仲良かった子だったんですけど、まあ、全然連絡つなぐ取ってなかったのも、5年 ?6 年急になんかご飯に行く流れになりまして、ちょうど、みんなお正月休みっていうのもあって、え、じゃあもうこの期間に行けばよくないみたいになってる。今日ご飯決まってたんですけど、無理だったよね。用事があって行けなくなったって言いました。用事。これ。やばい。本当にもう最悪。なんか最低なことしてるなっていう自覚は本当にあるんですけど。え、ま、一週間前ぐらいかに決まってて、今日行かない？いいよ行こうみたいなの方が私逆に向いてんのかなって思っちゃったんだけど、なんか、約束した時は、あ、行こう、頑張ろうって思っても、なんかその、当日になると本当に、え？今日本当に私人と会うの？え？今日本当に私今からこの人と、コミュニケーションを取らなきゃいけないのって、の事実が信じがたくて、あと何時間後にコミュニケーション？あと何時間何十分後にコミュニケーションって、どんどん、なんか、攻められてるって思っちゃって、あの、欠席の連絡、あ、ちゃんと欠席の連絡はしましたよ。欠席の連絡っていうか、まあ、断りの連絡は入れたんですけど、私以外で言ってると思うんですけど、ちょっと無理だった。もうさ、もう気まずくて、あれ、無理だし、この動画見られ、もう仮に見られたらもう、やばいんで、もう多分連絡取れないし、せっかくのチャンスだったのに。ごめんなさい。ご褒美。私がご褒美なんて食べてていいのかな？ポイティ。さっき、ご飯食べ終わった後に、正月太り解消になるかなと思って、お散歩がてら外に行きました。行ってきました。行って、今お風呂に入りました。正月太りとか、以前にちょっとこの家にいたらちょっと寂しくなりすぎすぎそうだったので、ちょっと一旦外に出て、あの、瞑想タイムしてきました。っていうか、この前テレビで見たんですけど、なんか実家に帰省する人の平均のその実家にいる滞在時間みたいなの、なんだ、統計研究結果みたいなやつをやってて、テレビで、なんかそれ見たら、なんかその実家に帰省する人の大半、一番多い割合が日帰りで、まあ、その次もなんかもう、泊まって1日2日みたいなのだったんですけど、あの、私、1週間ぐらいいたんですけど大丈夫。で、もう帰省っていうか、あれからもう、あの、一人暮らしやめてる軽く。まあ、そりゃ、こっち戻ってきたくねえわなって、なんか勝手に納得したよね。でね、ちょっとお散歩の時にちょっと見つけちゃって、買っちゃったんですけど、よく実家から抜け出してきたでしょうという自分へのご褒美も兼ねて、うん、本当はアイスにしようと思ったんですけど、節制しなきゃいけないかなと思って控えました。まあ、ここあの5日連続ぐらいアイス食べてるんでっていうのもあるんですけど、うまい。この数日間で絶対太ったな。もう私なんか人よりも食欲のコントロールが本当になんかできなくて、いつもバグっちゃって、実家だとよりそうなんですけど、実家を出てきた理由の一つでもあるんですけど、実家って本当に美味しいお菓子とか、なんだろう、自分の食べたいものがありすぎて、あそこに一人でいると、本当なんかもう誰も止めてくれないと、本当死ぬほど食い食いしちゃうんです。でもこの家に来たらもう、あの、私はもうこの家にお菓子を持ち込まないというポリシーのもと、あ、まあ動画にはちょっとあの、私たまに映り込んでしまって、なんか間違って持ってきちゃってることあると思うんですけど、基本的にそういうなんだ、貯めておかないっていうポリシーがあるので、あの、家の中に保持しておかないっていう、もう食べちゃうからね、っていうようにしてるから、こっちに来れば、ちょっと食欲が収まるかなと思って。実家いるとほんと、みんながいるときはよかったんだけど、あの、みんなお休みが終わって、家族みんな働きに出ちゃって、一人になった瞬間、他にやることがなさすぎて、もう食べることしか頭になくても夢中になっちゃって、
っぱい食べちゃって、その後なんかインスタとかツイッターとかでめっちゃ可愛い細い子を見て病むっていう。特にこのクリスマス、お正月期、自分の食べ過ぎた罪悪感と、でもネットの可愛い子は細いみたいな、その対比でめっちゃ病んでたので、軽減すべく外に出ました。でも食べちゃったものは仕方ないし、あの家族と一緒に食べてる時はすごい楽しかったけど、その時にわーって食べてた癖が一人になった時にも続いちゃうと、本当にもう誰も止めてくれる人がいないのに食料があるみたいな状態だと、本当にもうあの化け物になっちゃうので、この家でねしばらくまた節制できたらいいな。でも最近マジ結構それが結構悩みで、なんかこう自分で自分のストレスの吐き口をどこにやったらいいのか、もう家族にしか頼れないけど、でも家族に頼りすぎるのもなって思って、人にこう相談できない分食で解決しようとしちゃうんですけど、むしろなんか夢中になるものを探したらいいみたいな言うよね。夢中になれるもの見つけたい2014。なんかあれかな、話し相手っていうあれで、やっぱなんか一人で居酒屋とかに行っておじさんの友達を作るとかがいいかな。でなんか飲み仲間を作って話す。でもそれ飲んでるから痩せないの。人生って難しいですね。なんかさっき散歩してる時もさ、昨日一昨日ぐらいも家族で家の前を散歩したなとか、なんかすごい思い馳せちゃって全然気分転換にならなかったんですけど、ちょっとまた切り替えて、この後テストがあるので全然勉強してないんですけど、またテスト範囲とか全然わかんないけど、一人でどうにか調べて頑張ろうと思います。皆さん多分あの学校会社行くの辛いと思いますが、手を取り合って頑張ろう。